なんかワンチャンできたらやろうって思ってつけてみた。だできた。こんばんは。ショールーム久しぶりすぎてさ、強制ログアウトさせられてた。24時までだか。こんにちは。こんばんは。公演が終わりまして。終わりましたので、配信します。久しぶりに。こんばんは。帽子、いらないか。今日の髪型可愛いでしょ。本当はねおろしだったんだけど直前に結んだ。わあ福士ちゃん何これ。タワーありがとう。ありがとう大好き。絶対結婚しような。ありがとうありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっとこっち行こうか。えっとなんかこんばんは皆さん元気ですか。元気ですね。でもなんか特に話したいこともないです。まあいつもなんですけど。いつも通りいつも通り話したいことはありません。FC ゲス楽しかった。楽しかったですよ。楽屋でもねあれずっと喋ってた。元気いっぱいでした。全然疲れてない。なんか公演終わりの方がアドレナリン出てるのか分かんないけど元気。元気です。何の T シャツ着てるの。アイライフのリリちゃんの T シャツです。なんかさ今日本当はねパーカーも着てこうと思ったのよ。リリちゃんのこう私買ったんですけどこう可愛くないこう着てこうと思ったんだけどさもうこの T シャツにさもうパーカーまで着てたらさもうなんか全力すぎてさすがにやめた。さすがにやめました。こんばんは。え、そう、飛騨牛コロッケがなかったんですよ。FC 岐阜。悲しかった。いつも食べるのに。髪色変えて可愛くなった。嘘。やったー。そう、変えたんですよ。可愛い？可愛いんですか？ピンクアリタンです。今日はアイラインもなんか跳ねました。跳ね上げ系。好きが止まらない。ピンクです。可愛い？可愛いか？ちょ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 。撮りたい。痛い。撮りたい。痛い痛い痛い。そう本当はね結んでなかったんだけど結んだのよマジで直前に。そうこんな感じだった。本当はちょっと熱ついちゃったけどおろしの予定でした。熱ついちゃったわん。かわいいでしょ。髪めっちゃサラサラだけどどうやってケアしてる。え、サラサラじゃない。全然サラサラじゃない。なんかあれ髪強いんですよね。でもなんかどんだけブリーチしてもあんま大丈夫。
割と強い。でも今回もね、前髪ね、実はちょっと半々って感じ。地味にあんま分かりづらいんですけど、分かるかな、分かる？地味に半分色違う。ツインのメンバー多かったけど、キョッピーのね、いや、たまたま。そうなんです、実はね、最近半々前髪ハマってる。みんなもやっていいよみんなもお揃いしていいよ、半々ツートン前髪。髪色夏には何色なの？わかんないです。でも黒にはね戻したいんですけど、なんか黒に戻す前にいろいろ遊んどこうかなと思って、遊んでみた。ルカオシの友達もアレちゃんと同じ前髪の染め方してる今は。あ、FC ギフ着てた子だ、絶対、多分思った。絶対笑うやろ。え、笑わないけどね、別に。だって流行ってるもん。え、結構若者の中ではそういうツートンの人いるよ。この SK の界隈はいないけど、意外といるんではないでしょうかね。可愛いけどな。黒青のツートン、え、やったやった、やりましたよ。この一個前黒青だった。でもなんか男の人ってあんま染めてるイメージないかも。うん、最近の若者の男の子は染めてるか。みんな SK のファンの人はマジ染めないよね、あんまり。なんかみんなが染めてるとかあんま見たことないかもしれない。あゆちゃんたちが食べていたスタグルって何？スタグルって何ですか？みんな白髪なんだあ、みんな白髪で手一杯みたいな感じ、もしかして。気持ちいいでしょ、割とね、気に入ってるの気に入ってるの割と。あ、そう、テレビ愛知のオープニングの映像の時は黒青だった。なんかみんな黒いから茶色ぐらいだったら大丈夫じゃない？そんなことない。でもなんか昔はさ、 SK のファンの人ってなんか黒髪命みたいな、黒髪中めっちゃ多かったけど、あれだよね、最近は何も言わないよね。わかんない、愛のファンの人が言わないだけかもしんないけど、てっきりゼスト会社経費だと思ってたけど、メンバーの支払いでビビった。それなそれな。あ、でもカステラはいただきました、お店の方に。嬉しい、まじ致死量のカステラもらった。で、今もね、あんだよね、ずっとね。あ、もうカチカチになっちゃったかも。あ、カチカチになっちゃった。あれかな、でもアイリのファンの人は
もう別になんかアイリに黒髪にしようって言ったら怒られるしみたいな。あのまあ言ったところでアイリは好きな色に染めるから別に言わなくてもいいかみたいなことか、ことで言ってないみたいなことですか、もしかして。日曜日のものを今食べるのはどうなの。え、大丈夫だよ、死なないし、大丈夫大丈夫。でもみんなはなんか自分の好きな女の子がしてる髪色じゃなくて、もうアイリの本当に似合ってるなって思った髪色って何？なんか好みとかじゃなくて、もうアイリが似合ってたなっていう客観的な目での色が知りたい。今え、結構マジでね、大丈夫、お世辞の抜きで大丈夫、お世辞抜きのやつ。黒ね、シルバー、青色系、金髪、黒、金、え、金多くない？意外と今、黒、金、青いんだ。え、金多いんだけど。でも絶対やりたくない、アリ。え、マジで申し訳ないけど、マジ金だけはやんない。やんないと思いますが。金髪。青色、金髪。え、マジどうしよう。なんか卒業公演とかするときさ、マジ何色にしてやめよう悩んでます、超最終的な。なんか例えばもう青とか明るい色にしたかったら、そのさ、黒を何回もずっと続けてての青ってもうあり、髪的に多分できないんよ。だから例えば明るい色を最後にしたいんだったら、もう明るい色をずっと続けていかないと、一回黒挟んじゃうとちょっと大変なんですよね。めっちゃ悩む、どうしよう。え、でも青意外と多いんだ。青、うわ、青にすればよかったな。じゃあでもね、黒でもいいなって思ってるんですけどね、私は。なんか茶色があんま好きじゃないんだよね、自分的に。そう、なんか暖色系より寒色系が好きなの。まあ、今矛盾してるんですけど、今の髪色。なんか茶色やるんだったらこんぐらい明るい、なんかピンクに見えてギリ茶色見えるぐらいの色にしたくて、なんか中途半端に抜けた茶色が好きじゃないの。あ、ちなみに青が抜けるとシルバーになります。シルバー系になる。でもさすがになんかめっちゃ派手髪で出るのはなぁみたいな。最後マジ悩みますね。横で見てる嫁も可愛いって言ってます。嬉しい、わーい。
感触がいいのかな。じゃあ投票しよう。どうやってやんだっけ、これだ。じゃあ1番が黒髪、2番が青髪、青色。投票開始。みんな1回だけだよ、押すの。1回だけだよ、押していいの。え、これ1回だけだからね。1回だけっていうか1個の方だけだよ。え、待って、超久しぶりに投票機能使ったんやが。1番が黒、2番が青。なんか両方入れないでね、両方に投票しないで。めっちゃ久しぶりに使った。なんか初期っていうか昔はめっちゃ投票何かにつけてしてたんだけど、もうやんないから久しぶりにした。止まったよ。ちょっと待って、止まった。もういい？いいのね、締め切る。あ、ちょっと待って、いつまでにしよう。携帯がない。あと今は29、あ、じゃあ30分まで。投票中です、30分まで。1番が黒髪、2番が青色で、みんなが好きな色じゃなくて愛理が似合ってた色で頼む。締め切りますよ。あ、30分になった。2番は青色、1番が黒、2番が青。いいですか？みんなが好きな色じゃなくてね、私が似合ってたって思った方にしてね。いいですか？じゃあ締め切ります。5、4、3、2、1、ビビビビビビ、終了。おー、え、でも意外となんだ。1番 53.5%、 2番 46.5%。 え、私もっと差開くと思った。そんな変わんないんだね、言うて言うてね。黒髪だって、結局みんな黒髪が好きってことか。結局みんな黒髪が好きってことなのね。黒にしても今の長さかな。どう考えても横毛少ない方がいいよね。あの違う話なんですけど、いいな。インナー入れるか。青インナー、黒髪の青、水色系にしようかな。そうしようか。なんかさ、触覚っていうか、なんかこのこれ作っちゃったからさ、めっちゃ減らしたいんだけど、もう伸ばすしかなくて、そう、量がね多いんですよね。みんなはあった方が好き？ここ少ない方が好き？また違う話題、また違う話題ですけど、これがない方、これが少ない方、みんな覚えて、これが少ない方。みんなこれが触覚少ない方です。そんな変わんないんだけど。
で、これが触覚多い方、これです。どっちがいいですか？どっちが好き？少ない方？少ない方はね、待って、超意見分かれるやん。どっちでもいいってこと？みんな、どっちでもいいってこと？まあ、すっきりはするんですけどね。減らすか。なんかまつげがさ、まぶたにぶっ刺さったんだよね、今日。今は大丈夫だけど。投票する？投票するか。投票しようじゃん。どうやってか。じゃあ1番が多い方、2番が少ない方で。触覚アンケート、ドン。1番が多い方で、2番が少ない方。これが2番です。これ2番。これ2番。で、これ1番。変わんない。変わんないはなし。変わんない。かもしれないけど、ない、それはもう言わないお約束で。これが1番。これ今1番。あ、逆にみんな投げ切っちゃってください。あの、1個の方に投票してほしいけど、どっちかに。全部球投げてほしい。投げ切って。投げれる個数、あの、1個の方に。10個投げられるの？最低。ん？最高。なんか漏れてるの、どっち漏れてるの？これは多い方です。これ1番。これ10個みんな投げて、10個。同じ方に。これ多い方。これ多い方で。これ少ない方。これ2番。いいか？ 2 番が少ない方、1番が多い方で、2番が少ない方。いいね、締め切りますよ。5 4 3 2 1。ピピピピビビビ。では投票結果、ドン。お？ 2 番？どっちだっけ？あ、少ない方だ。少ない方です。少ない方になりました。こちらですね、こちらになります。こちらです。人気だったのは、人気なのはこちらになります。か、多くしちゃったじゃん、切っちゃったじゃん。伸ばすしかないのよ、ここを。ここね、ここを切って、ここを伸ばすしかない。もうい、やでも何言って、この触覚はめっちゃ髪明るい時にやっちゃったんよ。シルバーみたいな時に作ったんだけど、なんかシルバー系の明るい、めっちゃ明るい色だったら、なんか多いの方がめっちゃ好きなんですよ、自分は。
でも黒髪になったらバカ激重直角になっちゃったからちょっと後悔してるのはあるよね。そう、でもなんか明るい髪色の時は多い方がいいの、なんか薄く見えるから。そうなんだよね。だから前もさ、あのこの髪の一個前の前髪の時、あの黒と青の半々の前髪だった時も青が抜けてめっちゃシルバーになったんよね。そしたらあの隣は黒くて隣はなんかもうほぼ白みたいな感じだったから、同じ毛の量なのにその明るい方だけめっちゃなんかスカスカに見えて、スカスカっていうかの前髪が少なく見える現象が起きてたから、だから多分明るい髪の毛はあの少なく見える。そうなんですよ。だから髪が明るかったらここは太くてもいいんだけどね。やばい、充電ないらしい。ちょっと充電さすの忘れてた。ニキビできました。ここに、ここにニキビができた。今の髪色はなんかわかんない、中途半端だから明るいのかって感じで。前ちゃんとね眉毛もねピンクでね描いてるんですよ。眉毛ほら、眉毛もピンクで描いてんの。ちょっと見せない、固めてた。ほら変な前髪ちょっとピンク、ピンクで描きましたもんね。いい感じでしょ、こんな感じで。もあれ眉毛描くのめっちゃ下手くそなんだよね。そう、アイシャドウもピンク、ほらこんな感じです。本日のメイク、髪の毛もピンク。やっぱ統一感を出した方がいいかなと思いまして。いや、ショートはもうできない。伸ばしてるの今。目でかい、やった。やっぱカラコンの力がでかいな。カラコンがいい仕事してます。何だろう、いい感じ。なんか最近ねめっちゃぷっくり見えるメイクをしてるんですよ私。マジマジで、あのほん、いやみんなに言っても仕方ないからあれなんだけど、なんか超ねいい感じに見えるあのメイクのやり方を取得した。私はちょく色直径大きめ、え、これ何ミリだ、わかんない。でもめっちゃでかい、あのなんだっけ、あのキャンマジ、キャンマジのブラックです。キャンマジ5番。キャンマジ5番
伝授するか。そう。なんかね、でもマジ涙袋に超時間、もう目がやっぱ時間めっちゃかかる。涙袋とまつげにめっちゃ時間かかる。超めんどくさい。めんどくさいんだけどって感じですね。メイク時間どういうくらい、めっちゃ遅いですよ私。1時間半ぐらいかも。なんかのんびりのんびりしちゃうから、パパパって適当にできないあんまり。最近まつげの調子悪くて可愛い。わかる。アリも最近ね下手くそなんだよね。なんかわかりますか、なんとも言えない感じ。アイラインがねもうカッスカスだったの今日。だからなんかヘタピーになっちゃったけど、さっき買いました新しく。だからもう綺麗に引けるはず。え、そうだよ本当に、女の子って大変なんだから。頑張ってメイクして、それをまた落とす作業あるってのが大変よな。え、本当に本当にそうなんですよ。時間かけて作った顔面をまた壊してですね。もう消耗品なんですぐなくなるし、カラコンとかさ、アリさんワンデー使ってるんですけどちゃんとね。え、でもなんかワンデーのカラコンを何ヶ月も使う若者めっちゃ多いらしくて、私もう恐怖それ知った時。でも割とめっちゃいるのよそういう子、ワンデーなのに。私はでもすぐ目痛くなっちゃったり、なんかバイキン入ったりするから、そんなこと絶対にしません。え、待って、タワー来た、ありがとう。誰誰、アッキーだ、ありがとうアッキー、ラブだよ、ありがとう。絶対結婚しような、ありがとう、タワーありがとう。本日2本目のタワーが立ったようです、ありがとうございます。でみんなマジ、あの お金使わなくて大丈夫だよ。はい、多分これからいっぱいお金かかると思うんで、あの無理せずで、ありがとうね。でもそう、何ヶ月も使い続けてる若者超多いらしくて、でも分かるよ、ワンで高いのよマジで。高いしすぐなくなる。毎日使ってたらもう1週間ぐらいでなくなる気がする。そうなんですよね。わかる。え、でもなんかかといってなんかよりも家帰ったらすぐこのコンタクトを取りたくなるの。もう取った世界と取ってない世界じゃもう全然生き方が違うレベルで楽になるから、これね、取った瞬間に爽快感があるんですよ。だからそれをなんか液体にまた浸して取っとくのもめんどくさいから、まあアリさん捨てちゃうんですけど、ワンデーが向いてる。
そう寝てるんですよね。あやさん視力はね良かったんだけど、めっちゃ最近悪くなってきた気がする。見えるものも見えなくなってきたな。でもいい方ではあると思います。やはりはねカラコンつけてるとね、もうまぶたが痛くなるんだよね。ここら辺、ここら辺が痛くなる。この眉毛、眉毛の骨みたいな、眉毛の骨とか、この目の筋肉が痛いっていうか、もう疲れる、めっちゃ。ねマジね、気をつけて、コンタクト使ってる人。カラコンだけじゃなくて、使い続けるのはやめましょう私さ、別にそんなことしてないのにさ、めっちゃ物もらいできるし、角膜炎になるし、もう何なのって感じなんだけど、本当に。いや、なんかカラコンしてるからさ、角膜炎になりやすいらしいんですけど、でも私ちゃんと使用方法を守ってるのに、なんかすごく目が気づくそう、なんか何なんだろうね。え、そう、あれすぐ眼帯しちゃう。え、もう本当にあの、この前なんて数ヶ月に1回はもう絶対物もらいできてたし、もうそう、よくね目おかしくなるんですよね。誰みたいな本当ダウンタイム中みたいな目になる。目がね弱いのか、なんかバイキンが、なんか手とかがバイキンなのか最悪、最悪なんだけど。目こする、こすってないんだけど、なんなん、なんなんでしょうか。手洗わない、手洗ってるって、手は、手はとか言って手はってね、ちゃんとお風呂入ってるしな最近。そう、前までちょっとお風呂キャンセル界隈だったんですけど、今は割と頑張ってる、人間らしく生きようと思って。なんか髪の毛が疲れから目が痛くなるんだ。そう、めんどくさいんですよ本当にめんどくさいよ。でも入ってるから安心して、みんなちゃんと。明日も予定あるから入らないといけない。みんな、でも男の人ってさ、お風呂好きなんじゃないの？めっちゃ偏見だけど。超偏見だけど。シャワーです。毎日お風呂入る、まあ好きです。え、だよね。なんかさ、私の親とかもそうだし、なんかスタッフさんとかどこの話すんだけど、なんかお風呂好きな人がめっちゃ多すぎて、私、え、男の人ってマジお風呂好きすぎんって思ったんですよ。なんか1日2回とか入る人いるじゃん。夜も入るし朝も入るしみたいな。あやたお風呂嫌いだよマジ。めんどくさい
まあ、入ったらいいんだけど、入るまでがめんどくさいし、入った後もめんどくさい。ちょっと女の子って大変。私さ、もうエクステつけてるから、エクステってマジで乾かないのよ。それがやだ。でめっちゃもう髪痛みすぎて乾きにくいのに、さらにエクステで乾きにくいし、量多いし、長いし、もう時間かかるし、でその後はパックして、化粧水塗って、美容液塗って、乳液塗ってみたいなこと したいと、あで歯磨きしてみたいなことしないと寝れないのがもうめんどくさすぎて、本当に大変なんです毎日毎日。そうなんですよね。でもガリ、この間さ、なんかパック最近毎日してるのね。でやめたの、パック一回サボったろ。サボったらマジ肌荒れしたから、パックって意外だな、偉大なんだなっていうのに気づいた。逆にそれはお風呂入らなかったらしなくていいの。いや、そういうわけじゃないですよ。メイクをちゃんと落とすから、まあそれは絶対必ずしもセットなんだけど、なんかさ、もう髪の毛乾かすのがめんどくさいんだ。じゃあそう、メイクだけは絶対に落とす。でメイク落としたら、そのパックしたりするのはあのワンセットだから、それも含めて、だからそれは絶対するんだけど、するんだけどって感じですよね。あ、だからメイクしてない日のもう完全なオフとかだがもう終わりなの、私的に。あのそう、本当に終わりになっちゃう。終わりありたんだった。え、でも聞いてほしい、最近は本当に頑張って生きてんの。あの、そんなことない、ちゃんとお風呂も入りますし、ちゃんと全部します。うん、してるから、だからそこをあの勘違いしないでほしい。あと5分、やだこんな話して終わるの。ウーバーはしてるけど、今日は買ってきた、サラダ買ってきた。サラダとなんかちっちゃいそば買ってきました。言うてコンビニ、ウーバーとコンビニ生活、健康に悪い。あ、海苔はねめっちゃありますよ。でなんか海苔ブーム去ったんだよね、食べてない。言うてコンビニ、やっぱでもコンビニってさ結局超便利じゃん、何でもある。だって、え、本当にコンビニってすごくない？洋食も和食も中華も。あるんですよ、何でもありますから、素晴らしいですよね。コンビニは偉大ですよ。本当にファーストフード店、あのファミレスよりも優れてるよね。ラストワン賞送ってください、誰か。そういえばちょっとみんなの前の近くにあの残ってる。たまにコンビニ弁当買うと温めるの忘れる時ある。うん、私は家で温めちゃう派です。ウーバー送料高くない？え、高い、え、本当に高い、本当に高いんだけど、ありがとうございます。
利用させていただきますって感じ。高いんですけど。そう、インスタライブに移動、え、じゃあインスタライブしたいんだけどさ、なんかあれなんだよね、ラストワン賞送ってないか本当に。愛ちゃんのフィギュアください。ね、なんか何の話だっけ、あ、そう、ご飯食べたいから。でもご飯食べながら配信するとね、美味しくないの。だから食べた気がしない、味がしない。味がしないから、ご飯食べたいのってしないです。はい、そう、配信中に食べるご飯美味しくないのよ本当に。スペースとかも存在忘れてました。気が向いたらやります。じゃあ皆さんありがとう、今日も公演ありがとうございました。ハッピーキョッピー、ハッピーアリタン。よくわかんない。バイバイ、おやすみ、ありがとう、またね。あ、また知らない人ブロック人になった、危ない、ありがとう、バイバイ。